おはようございます。おはよう。ダッシュで行くぜ。なんで行くぜ？あのズーズー弁です、山形の。そうかそうか、山形ズーズー弁か。ズーズー弁です。山形弁でメニュー紹介とかやってみたら。やんだぜ。山形聞きたい俺。苦手なんですよ。苦手なんですよ、山形弁。苦手なんだ。苦手なんですよ。なまりないもんね、一切。もう母がなまってなくて、うん、親父はすごいなまってるんですよ。山形に近い地方に周辺と行った時にちょっと出たよね。いると出れる。他の人がいると出る。よくいるよね、そういう人。俺絶対無理なんよ。標準語となまってるのが区別わかんない。それは治らんよねって。それはもうね、真の福島。コメント欄でよしきさんの訛り落ち着きますみたいな。あーやっぱ俺訛ってんだってちょっと落ち込む。訛ってます。話はさておきです。さておきです。はい。今日は何の練習を。今日はね、ちょっと見応えないんですけど、122本。見応えないじゃん、本当に。ない。じゃあ今週の周平のメニューでもやって、その流れでなんで122本になったのか言ったら見応えあるんじゃない。ショート系の動き入れて、はい、ウェイトして、はい、で今日なんですよ。なるほど。はい、はい、ウェイト昨日しっかりやったんで、今日は筋肉痛がひどいんで、はい、あんま刺激負荷のあるやつはやんない方がいいかな。設定は3秒5ぐらい出ればいいかな。120で13秒5。うん、はいや、俺の 100m やん。はいや、マジ。いやいやいや、120やっておくとやっぱ 100m をこうより乾燥しやすいんで、まあ、長距離でもあると思うんですけど、はいはい、それの距離を踏めじゃないですけど、はいはい、ただがむしゃらに走って120ってタイム出ないんで、ベースプランも 100m に、うん、繋がっていくので、うんうん、皆さんも120と150とかやるときに、うんうんうん、多分ガーッと多分全部走んないんで、はい、レースプランじゃないですか、加速区間、うん、で多分100だと作りづらいんですよ、うんうんうん、でがむしゃらに1本バーッと走れちゃうから、距離を増やすと、はい、そのレースプランを作る練習になるんで。なるほどね。ぜひ皆さんやってみてください。で、今日のスパイクがこの間新調した。はい、どう思うじゃん。はい、何？違うんですよ。え？新しいやつ？また買っちゃった。え？違うのこれ。違います。何？これはソニックスプリントエリート2なんですけど、実は僕は去年ずっとオレンジの入ってたやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれの水色バージョン。マジか、気づかなかった。ドッキリ仕掛けようと思ったんだけど、今ドッキリになった。成立？いや、成立だね。完全に騙されたわ俺。前回のめっちゃやっぱ跳ねるねみたいな、うん、とどっちが一応スピードは出るんですか、位置づけ的には。位置づけ的にはこっちの方が圧倒的です。あ、そうなんや。いやでもこれでどっちが優劣つけるのか特にないですけど、うんうん、どうですかスピードやっぱ出る。あ、でもこれ僕去年ずっと履いてたんで、うん、馴染み深いですし、はい、ちょっとカー全滅してもらっていいかな。カって絶滅したら、うん、生態系狂うんですか。確かに。コメント欄で教えてください。教えてほしいね。あの、うん、狂わないんだったら絶対キブリの方が8兆倍トリコですね。そうだよね。ちょっと足早いぐらい。まだね、周辺の動きをね。うん、そうですね、はい、ちょっと見ていただいて。なんか最近やっぱりその練習動画も増えてきたじゃん。だからそのコメントで目が長けてる視聴者がこうアドバイスくれるじゃん、うん、結構俺それ見るの楽しみで、うん、俺以外のなんか周辺の動きもなんか冷静にちゃんと見れてる人もいるなみたいな感じもいるんで、はい、今の僕の動きがどうこうっていうよりかは、うん、多分去年の動きとか僕たちの動画って何百本ってあるんで、はい、それと比較すると面白いかも。確かに確かに、うん、そしたらなんか皆さんもなんかこう、うん、武田どこ変わったとか。うわ、確かに、うん、そうだね。まあ、とりあえずやっていこうかな。 OK です。うん、はい、ちょっと動き確認程度で、はい、やってきます。はい、ダッシュで行こうぜ。121本目でございます。13名3。5分だけ休んですぐ行きます。はいよ。もっと近めで撮れって怒られたんで、次近めで撮ります。どうだ、代わりにはうまいんじゃないこの安定性。やっぱり13秒さん。おちょっと最後疲れて力むなっていうのがあるんで、はい、疲れました。27でしょ今年は。あなたは27だな。27だよ。え、ってことは俺29。そっちのすぐ訪れますねえ。今17でヘラヘラしてる。あなたすぐ27来るから。いやマジで、だって俺と周辺は多分気持ち高校生ぐらいじゃない。まだ、いや
永遠の中二病っていう病気に侵されてるんで病気なんでそこは。だって周りの27、28見渡してみ。じゃあ歩こうか。うん、でもさ、なんかいつも思うんだけど、はい、YouTube やっててすごいねって、うん、そのすごいねって多分本心で言ってくれてる人が大多数だと思うんですけど、はい、ギリ一歩間違えたディスで、あー分かるな、その年齢なのに YouTube やってんのすごいみたいな、うんうん、まだ夢追ってんのすごいみたいな、はいはいはい、そのすごいの、うん、ベクトルが全然ね、あ人によって違うよね、違うから、うん、それ顔で分かるんですよ。あ分かる、俺もめっちゃ分かるそれを言われてこうどうこう思う、はい、聞かないんですけど、あなたが思ってる以上に僕は楽しいんで、はい、生活で十分と、はいはいはい、そうだね、そういう結果になってます最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。